では、またちょっとビクトリーロードのサブストーリーがあるのでやっていこうかな。もう強くなりすぎてしまった弊害か、誰も挑んでは来ない。なんだか危ない人だな。もうさっき何者だ、なお名乗れ。そのヨレヨレのスーツに武将ひげ、お主は秋山俊だな。私にヤバいと男どもはみんな口々にお主の名を出しておった。つわものだとな。はあ、キャツラが言うにはこの町で私とまともに立ち会える相手はもうお前しかおらんそうだ。あとはお主さえ倒せば私はビクトリーロード本線に進むことができる。しかしそんなものはどうでもいい。私は己の実力を知りたいだけなんだからな。と言いますと、これまで私は生死の境をさまようような厳しい修行を積んできた。しかし里に降りてみればその鍛えた技をまともに受け止められる者など誰一人おらん。私は強くなりすぎてしまったのだ。おかげで厳しかった修行の成果を確かめることもでき、期待できるのはもはやお前だけだ。お主が強い男であることを私は望んでいる。じゃあ対戦しますか。めっちゃ強かったりして、いざ金剛さんでいいのかな。下の名前なんて読むの、穂村でいいのかな。アクション出したいな。いや確かに強い、今までの人と比べると。あー倒した、強かった。ありがとうございました。そうだ、よくぞこの俺を倒してくれた。お前のような男がいてこそ私の修行も生きる。まだまだ強くなる意味があるのだ。俺なんかまだまだですよ。俺はもっとすげえ人たちを何人も見てきたんだ。山にこもってばかりじゃそれも見えなくなる。あんたが思ってる世間はずっと広いんですよ。これ何人いるんだ予選出場者は。ほとんど病気だなあれは。あ、秋山さんお見事でした。あんたビクトリーロードの運営員です。ただいまの勝利をもちまして秋山さんの予選通過が確定しました。もうこの町はあなたに勝てる人間は存在しません。ビクトリーロード決勝トーナメント出場のご連絡を差し上げます。地下闘技場、はいはい、せめて出場者を決定した時そこを訪れてください。国内でも有数の歓楽街、つわものは自然とあの町。あーやっぱりあれか、サイの河原か。はい、蒼天堀予選突破、予選突破おめでとうございます。ビクトリーロード決勝トーナメントは全ての都市で行われているビクトリーロード予選が終わるとある歓楽街で開催されます。また決勝トーナメント出場は決定しましたが、ビクトリーロード予選者は、腕試しにと引き続き。なんだよまだ挑んでくんの。あ、そうなんですね。ではメインストーリーに戻ってダイナチアイベント見ましょう。だってはるかがね、あのパク社長の元旦那さんのね手紙のありかをあのなんだ吐かせられるというか、あの知ってるはるかをね、あの大阪工業のやつが誘拐したんですよね、吐かせるために。秋山さん、はい、はるかちゃん、いえまだ警察の方からも連絡ありません。うん、そうか、クソ。秋山さん何が起きてんの。遥を連れてたあの連中なんや。大阪工業って組だ。奴らはパク社長が別れた旦那から受け取った手紙を欲しがっている。遥ちゃんがその手紙を持ってると思ってんだ。そんなもんのために、まさかそれで社長も堀江君もその大阪工業が。ああ、なんてこと。このまま何もできへんの。せっかくプリンセスリーグ勝って、はるかちゃんがどこに東京のメジャーデビュー決まったのに。手がかりはゼロだ。動きようがない。失礼します。
也さん。え、お前勝也。はるか、はるか。眠っているだけです。怪我はありません。どういうつもりだ。この度は御社の大事なお嬢さんを大変申し訳ございませんでした。私はね、秋山さん、大阪芸能の社長であると同時にもう一つ裏の顔を持っています。会長と呼ばれてたよね。近江連合本部長、直参、大阪工業会長という顔を。ほう。パク社長と堀江さんを手にかけた金井という男は私の部下です。お詫びのしようもない。ふざけるな。信じていただけないかもしれませんが、私もその事実を知ったのはつい先ほどなんです。ですが我々の目的はあくまで手紙だけ。パク社長の別れた夫を追う必要があったんです。何者なんだその男は。彼女の別れた夫、それは東城会の大幹部、真島五郎です。なんだと。な、あ、そうだったの。真島は先日札幌で死んだはずでした。しかし実際は生きている。そうだね。我々は組織を挙げて真島の行方を追っています。マジか。その真島がパクさんに会うため手紙を送っていた。我々はその中身を知りたい。手紙なんか知らない。そこのお嬢さんならご存知のはずだ。なぜそう思う。彼女の持っている万年筆。バレてる。鍵。パクが何より大事に持っていたものだ。彼女はそこのお嬢さんに自分のすべてを託した。私はそう見ています。あんたは一体。パク社長と私とはかつて同じ業界で生きた十数年来の友人、いや戦友とも言うべき仲でした。だから私にとっても彼女の死は辛く悲しい出来事なんです。自分の部下がやったくせに。遥さんが目を覚ましたら手紙を私に渡すよう言ってください。それがお互いにとってベストの選択です。ずいぶん勝手な言い分だな。分かっています。だがヤクザとはそういうものだ。できればいい返事を期待しています。真島さんバツイチだったのか。へえ。結婚したのってあれかな、五徳。いつの時代なんだろう。これからどないすんの。ゼロよりも前。とりあえずは遥ちゃんが目を覚ますのを待つ。ただ手紙があろうがなかろうが、この町にじゃ俺たちに逃げ場はない。大阪出る気？明日の朝一番で遥ちゃんを連れて神室町に行く。あ、行くんだな、やっぱ神室町。あそこなら東城会の力があるから、近江連合もうかつに手が出せないし、何より彼女にはやらなきゃならないことがある。それって日本ドームでのイベントのこと？そうだ。それをやらなきゃ意味がない。何としてもパクさんの夢を叶えてやらないと。もともと東京に行くつもりやったけど、まさかこんな形になるとはな。とにかく今は遥ちゃんが目を覚ますのを待とう。わかったわ。もうだよ、このメールを見たらすぐにこの番号まで電話をかけてほしい。え、かけるの？やめとき？誰かに相談してから。え？
あ、もしもし、沢村、やばい、勝也か。そうですが、メールを見たんですけど、どなたですか？大阪芸能の社長の勝也です。一体何の用ですか？パクさんが旦那さんからもらったという手紙を渡してほしい。今、君の手元にあるはずだ。どうしてですか？お断りします。君はパクさんを殺したのが私らだと思っているようだね。まあ何を言っても信じてはくれないだろうが、それじゃあ不本意ではありますが、脅迫するしかないですね。脅迫？実は君のことを調べさせてもらいました。君のような素晴らしい才能をパクさんが一体どこから発掘したのか興味があったものでね。君、沖縄から来られたそうですね。朝顔という養護施設で育ったとか。朝顔、え、また潰されるの朝顔。それが何か、3の時みたいに。その施設の前の経営者の名前を知って驚きましたよ。桐生一馬。まさか君があの伝説の極道の身内の人間だったとは。東条会との抗争から数年が経ったとはいえ、我々近江連合の内部にも彼に恨みを持つ人間は未だに多い。もし桐生さんの居場所が知れたら、仕返しに向かう者が出ないとも限らないでしょう。ひょっとしたら彼をおびき出すために朝顔に手を出すくらいのことはやりかねません。そんな、朝顔はあの手紙と関係ありません。だが脅迫というのはそういうものだ。どうでしょう、桐生さんの命と朝顔の存続、パクさんが残した手紙と交換といきませんか？そんな、君のアイドルとしての才能は私も買っています。本来なら順調にメジャーデビューを飾ってほしい。でも私もなりふり構っていられる状況じゃないんでね。どうですか？わかりました。その代わり手紙を渡したら、今後二度と私たちに関わらないって約束してください。関わらないね。でも現実的には無理ですよ。君とはまた現場でお会いすることもあるはず。同じ業界の仲間としてね。まあその時私に向かって笑顔が作れるくらいじゃないと芸能界では生き残れませんよ。それが芸能界、君が首を突っ込んだ世界です。手紙の受け渡し場所ですが、新大阪駅の23番ホームまで来てください。新大阪駅？ええ、私もスケジュールが詰まってましてね。申し訳ないが、そこまで私に来てほしい。ああそうそう、もちろんお一人で来てください。私も一人で行きます。本当ですね。約束します。では待ってますよ。はるか、目を覚ましたんですね。気分はどうだい、はるかちゃん。大丈夫です、もう。怖い思いしたね。俺がついていながらすまなかった。いえ、そんな。ねえ、はるかちゃん、パク社長の元旦那からの手紙って君が持ってるのか？ええ、場所は社長の金庫の中に、帳簿が入ってた金庫です。鍵はこれです。待ってて、持ってくる。中身読むの？今気になるけど、読んで読んで。あそこにあったのか。うん、え、俺も迂闊だったよ。秋山さん気づいてなかったの？はるかちゃん、手紙はもう読んだのかい？いえ、読んでません。そっか、読んじゃう、読んじゃおうよ。差出人はね、君も知ってる人だったよ。え、真島五郎、東条会の大幹部、真島の組長がパクさんの別れた旦那だったんだ。そうだったんですか。ね、びっくりだよ。勝也の狙いは手紙の中身、行方をくらませている真島組長の居所だったんだ。奴らは真島さんの手紙を渡せと言ってる。
あったわ、これやね。達筆だよね。これ真島さんの字なのかな。この手紙、私が預かっててもいいですか。あ、いや、しかし、いや、それじゃ君が狙われ続けることになっちまう。大丈夫、私に考えがあるんです。任せてもらえませんか。で、これ勝也に渡すんでしょ。そうか、わかった。じゃあ私、今日はもう家に帰ります。なんだかちょっと疲れちゃって。ああ、ほんなら私が車で送るわ。心配ないですよ、もう一人で大丈夫ですから。そう、あんまし無理せんと。辛い時は辛いってちゃんと言うんやで。はい、ありがとうございます。秋山さん、実は分かっちゃったんじゃない。それじゃあ失礼します。うん、秋山さん、どないしたん。さっきから浮かへん顔して。はるかちゃん、何か隠してるな。え、何のこと。目が覚めた後からずっと様子が変だった。ひょっとしたら、そう、あ、やっぱり先手を打たれた。さすがですわ。ひょっとしてさっき、池さん、どうした。さっきはるかが目を覚ます前、部屋から話し声が聞こえました。あ、言うの、クリスティーナさん。新大阪駅って言ってたよな。ナイス。新大阪駅、誰かと電話してたのか。本当にそう言ってたのか確信は持てませんが。他に手がかりはないしな。しょうがない、今はそれにかけるか。すぐに後追いかけよう。はい、ということで、じゃあ今回はここまでにしておこうと思います。え、真島さんいつ結婚したんだろう。佐島さんが国道18人殺しのをやってて、まあ実際やってないけど、佐島さんそれで捕まった後なのかな、ご結婚されたのね。そのうちなんかパク社長と真島さんの馴れ初めがなんか回想シーンとかで出てきてくれると非常に嬉しいのですが、はい、ということで、じゃあもう次回かあと2パートぐらいで秋山さんと遥編は終わりになるでしょう。今度こそちょっとなんかドキドキしてきた。終わり方いつも衝撃的だからさ、龍が如くの各パートの終わり方めっちゃ衝撃的やから、佐島編もびっくりだったしね、一番最後ね、キリュウちゃんもそうだし、どんなラストになるのか。それであとは4人目の主人公ですね。あと残ってるのは品田さん、ちょっと初めましてな人なんだけど、その人がどういう人なのかっていうのもすごい楽しみです。はい、じゃあお疲れ様でした。